今日は先週に引き続きかっこいいベースラインを解説していきます。トム・ミッシュさんのディスコイエイスです。はい、どうもでーす。ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。早速始まりましたけど、まあ、今日もね、冒頭に話しましたように、今日はね、ベースラインの具体的な既存のベースラインの解説というふうな感じでやっていこうかなと思います。で、このチャンネルはですね、いろんなコーナーだったりとか、まあ、リズムの話でしたりとか、音楽理論、ジャズのアドリブの方法だったりとか、ジャズのベースラインの作り方、ベーシックな基礎的な能力を上げる方法だったりとか、まあ、いろんなね、分野にわたって分けて、コーナーを作ってやってきているチャンネルなんですけども、そのコーナーの一つでありますフレーズの宝箱というコーナーのもとを今日はやっていこうかなと思います。で、フレーズの宝箱って何ぞやと言いますと、まあ、今回だとね、あのトム・ミッシュさんのディスコイエイスという曲を取り上げますけども、まあそういったその既存の曲のベースラインを具体的に弾けれるような感じの解説をしていくというようなコーナーになります。で、これまでですと皆さん大好き、もう素晴らしくて激ムズベースラインのジャコ・パストリアスさんをはじめ、ロッコプレステアさんだったりとか、まあ、セプテンバー、あと、アースインド&ファイアをやってみたりだったりとか、まあ、非常に難しいベースライン、アシッドジャズのベースラインだったりとかも取り上げたりしますし、ちょっと変わり種というとあれですけども、J-POP さんの、何でしたっけ、夜遊びさんとかのね、難しい夜にかけるっていう曲とかを解説したこともあったりします。で、そちらのリストも上に上げておきますので、もしよかったら見ていってください。かっこいいベースラインたくさん取り上げてますので、もしかしたらね、知ってる曲もあるかもわかんないし、ちょっと知らないようなマニアックなベースラインとかも取り上げてますので、練習するとね、そういったベースライン結構比較的早く弾けるようになりますので、そうするとね、楽器屋さんとかの思想とかでもね、使えたりしますので、よかったらね、見ていっていただけると嬉しいなと思います。そして今回の曲なんですけど、今さっき言いましたけど、トム・ミッシュさんのディスコ・イエイスというふうな曲をやっていこうかと思います。で、前回1週間ぐらい前ですかね、こちらのベースラインということで取り上げたんですけども、まあ、今回ね、ベースラインいろいろ繰り返しやってる部分もたくさんあるんですけども、前回はね、核となるような4小節の説明をしましたので、今回はそれ以外の部分をちょこっと説明していこうかなと思います。で、いろいろ繰り返していく中でですね、まあ、今回話するものをやっていただくと、まあ、ほとんどの部分が終わるかなという感じになりますので、まあ、ぜひね、見ていっていただいて、弾けるようになっていただいて、まあ、曲に合わせて弾けるようになったりすると、まあ、そのね、演奏されてる人の、まあ、リズムだったり、タイム感だったりとかっていうのが、まあ、感じやすいんじゃないかなというのもメリットの一つやと思ってます。で、具体的に今回どういうとこをやるのかと言いますと、まあ、このディスコイエイスという曲なんですけども、結構ね、同じベースラインがずっと核となるようなものが4小節繰り返されております。ちょっと違うとこもあるんですけども、ちょっと変化してるだけで重たるものとしてはそういうものです。で、前回それを説明してますので、もしよかったら上に上げておきますので見てみてください。で、今回なんですけど、途中2回出てくる静かなとこですね。まあ、そこのベースラインなんですけど、こちら8小節の塊になってるんですけど、実は2小節の単位でできてますので、まあ2小節というか、まあ1個はね、2小節のうちの1個は全音符伸びてますので、まあ1小節と言っても過言ではないです。簡単なので、まずそこをパッと取り上げたいなと思います。そしてその後なんですけども、その2回繰り返した後に、ちょっとベースのキメみたいなところがあるんですよ。静かになってる部分なんですけど、そちらがね、そこそこまあ難しい。まあ前回の方が難しいかなと思いますけども、そこら辺の話をしてみようかなと思います。そして、まあその後ね、最後の最後に全然違うようなベースラインのパートがあるので、まあ今回本当はそれね、まあ具体的に説明する予定ではなかったんで、そこまでにしようかと思ったんですけど、まあ今回ね、そんなに大きなボリュームではないので、まあ後半の方の部分っていうのは、まあそれもね、ちょこっとずつ違うんですけども、まあ比較的この部分やったら繰り返して、後半の部分まで押し切れるかなという感じでありますので、なので、その部分っていうのは、まあ細かくは説明しないですけど、最後の最後におまけコーナーとして、ちょっと弾こうかなと思うので、譜面とかは出してやってみようかと思いますので、まあぜひ練習してもらえるといいかなと思います。で、僕弾きますけども、まあ今回は特にリズムを中心に解説していきますので、まあ後半の部分っていうのもね、僕の演奏を真似して弾くのではなく、ぜひね、ゆっくりとかしてみてご自身で今日説明すること、前回説明していること、他のフレーズの宝箱で説明していることを応用していただけると、全部弾けますので、理解できるような力は、得得できると思いますので、ぜひね、そういった感じで取り組んでもらえると、まあ、動画のね、配信者としては、意図するものとして喜ばしいので、そうやってやってもらえると嬉しいなと思います。
まあ、そんな感じでね、今日は既存のフレーズの曲ということでやっていきますけども、今回タブ譜も使わないので、タブ譜使わなくても、しっかりね、それ以上に断然上手くなっていくような方法、タブ譜を出せれるような方法、初歩的な話もしてますので、それは上上げておきますね。なんか、そんな感じのものもいろいろ上げてますので、他も参考に見ていっていただけると嬉しいなと思います。そんなこんなでね、もし今日初めて見られている方とか、チャンネル登録またお済みでない方いらっしゃいましたら、このような感じで、非常に濃くてね、マニアックで、めちゃくちゃ上手くなっていく動画たくさん上げてますので、もしチャンネル登録またお済みでない方とかね、初めて見られている方いらっしゃいましたら、何卒、まずはチャンネル登録からよろしくお願いいたします。そして、今日も少しでも面白かったとか、ためになったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンも、何卒よろしくお願いいたします。ではね、まず、今回の前回のパートと今回の部分と説明するところのパートをギュッと凝縮したデモ演奏を撮りましたので、そちらをまず見ていただこうかなと思います。どうぞ。ベースベースベース。デモ演奏を聴いていただきましたけどね、いかがでしたでしょうか。実際の曲だとね、もっとね、A メロのところとかを繰り返して、最初のベースラインとかを繰り返してたりするんですけども、戻ったりもするんですけど、まあ、割愛してね、最初のベースラインが8小節ぐらいかな。それと、今日やる部分の静かな部分を8小節ずつ、それからまた主要なベースラインに戻るといったところまでデモ演奏を聴いていただきました。最後のね、おまけみたいなところっていうのは最後にちょっと弾いて、まあ、ドラムとかのなしでね、クリックだけでやってみようかなとか思ったりしています。ちなみにね、デモ演奏ではね、ホデラのこちらのね、5弦使いましたけども、今日はね、解説、ジャズ部で話をしていこうかなと思います。久々に収録で使おうかなと思うんですけど、ブラジリアンローズウッドが贅沢に使われた1960年の、ジャズ部でございます。っていう感じでね、非常に気に入ってる楽器です。非常にいい音します。何してもね、こういうベースライン弾いてもかっこいいし、ジャズ弾いてもかっこいいし、スラップしてもいい音してます。スラップもね、またそのうち、解説とかしていこうかなと思いますのでね、よろしくお願いします。前回のものっていうのはね、前回に見ていただきたいなと思うので、今日はね、静かになった部分を見ていただこうかなと思います。静かになった2箇所の部分なんですけど、まず1個目のもの、 C セクションといった方がいいのかな。イントロ終わって A メロ B メロと終わったところですね。イントロと A メロ B メロっていうのは同じベースラインで弾かれてますので、 C セクションの静かになったところを見ていただこうかと思います。8小節なんですけど、まあ4小節出してみようかなと思います。同じのが繰り返されますのでね。では出してみます。下に出してみます。ほい、出てきました。4小節です。これ見ていただくとね、ちょっと拍子抜けするようなとこあるんじゃないかなと思います。今回のここのベースラインは結構簡単なものになってます。で、4小節が2回同じものが繰り返されると言いましたけど、見ていただくとこの4小節の部分も、まあ、2小節分同じものになってます。 A のものと F のものになってますので、サクサク進んでいこうかなというふうに思います。で、まあ、いつもね、これ話するときなんですけど、こういった練習をするときっていうのは、曲のテンポでいきなり練習するのではなく、メトロノームを使っていただいて、まあ、ゆっくりからしっかり練習してくださいという話をしています。で、まあ、この曲、125ぐらいだったと思うので、まあ、その今さっきのね、収録は125、テンポ125で撮ってますけども、今回はもっとゆっくりの80ぐらいからやっていこうかなと思います。でもね、ここ非常に簡単です。最初の、A の音っていうのは四分音符3つ並んでます。なので、まあ、通常2つ塊でやってくださいという感じでやってますけども、もう3つまとめて弾いちゃいます。で、これどうするのかというと、スタッカートついてるので音符が半分になるんですけど、まずは四分音符でべったり伸ばす感覚 を持ってみてください。ちなみに僕はこの A の音っていうのは E 弦5フレットの音を使っていきます。で、今日は
まあそのね、音とかしっかり分かってない人もいらっしゃるかもわかんないので、押さえていくとこも具体的に解説していきますけども、先にも話しましたけど、タブ譜を使わずに、しっかりやっていった方の方が、コード譜だったりとか、平音記号を読んだりとか、いろいろできた方の方が、絶対に上手くなってきます。もうそれは、もうプロミュージシャン全員がタブ譜を使ってないということが事実だと思います。もちろんね、とっかかりとしてね、そういうので始めたというのが悪いわけではないんですけども、少しでも上手くなりたいなと思う人は、どのレベルでもタブ譜を出して、やってもらうことが上手くなる秘訣だと思ってください。まだまだ僕はレベルがそんなにまだ始めたばっかなのでタブ譜でいいですっていうことはないんです。いつでもタブ譜をもうやめて、ベテラン上手い、ある程度上手い人も、始めたばっかの人でも、これから始める人でも、タブ譜なしに切り替えたことによってガンと上手くなってきますので、そのような動画たくさん上げてますので、よかったら見てみてください。で、まあもしかするとね、そういうのもわからない人もいるかもわかんないので、まあ、それを練習すればね、1ヶ月か2ヶ月もあれば全部芝の音を覚えるから、まあ、今回の解説なくてもいいんですけども、でも、まあ、ね、見ている人もね、全員楽しんでいただけるように押さえる場所は話をしていきます。で、E 弦の5フレットの A の音を使います。で、四分音符3つ弾きます。3、はい。このような感じになります。で、もちろんこれ全部伸ばすとスタッカートではないので、まあスタッカートだと半分ずつぐらいの音になりますので、ダウ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 となります。3、はい。このような感じになります。で、テンポもちろんゆっくりですので、一個一個の長さが伸びてるんですよね。これ、短い、スタッカートだと短くなるっていうような感覚でやると、これだと短いんですよ。なので、しっかりね、伸ばせれる、半分の長さがしっかり伸ばせれるということを意識してやるようにしてみてください。で、4拍目になります。赤いラインカチャッと出てるかもわかんないですけど、こちらもスタッカートなしでやってもらうと、これが、ダーアダ、ダーアダという16分音符、1個目と4つ目のものになります。で、これ、C、G の音と、それから F のナチュラルの音になります。で、E 弦の、今回だと1フレットですね。まあ、高い F に行ってもいいんですけどね。まあ、今回は低い F で統一してやってます。ここだけやってみます。スタッカートなしでやってみますね。1、2、3、4。3、2、3、4。ダー、ダーという感じになりますね。で、その前半の部分をスタッカート入れると、3、4。3、4。このような感じになります。で、前半部分の、その3拍分と1に合わすと、1、2、3、4。となります。で、ちょっと長く伸ばしちゃいましたけど、バラしてやる場合っていうのは、拍の頭で切っていくといいんじゃないかなと思います。で、この後実際にシンコペーションで全音符伸びるという感じになりますので、そこも含めて、この出ている4小節全部弾いてみたいなと思います。1、2、3、4。という感じで続いていきます。で、もちろんもっとテンポが速いので、実際のリアルテンポ。まあ、簡単ですけど、皆さんできればね、もうちょっと100とかね、いろんな真ん中のテンポとか挟んでいってもらえるといいかなと思います。実際だとこんな感じになります。1、2、3、4。2、3、4。2、3、4。みたいな感じで続いていくという感じになります。シンプルですけども非常にかっこいいですよね。スタッカートの長さだったり、音の長さがかっこいいものの、まあ、要因の一つだと思いますので、そこら辺意識して練習してもらえるといいかなと思います。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、今回のメイン部分のところを話していこうかなと思います。こちらも静かなとこなんですけど、ちょっと8小節まず出してみたいなと思います。出してみます。ほい、出てきました。見ていただくと、まあ、上下分かれてますけど、これ見ていただくと、各々の1小節目、3小節目、1段目も2段目も、同じベースラインを弾いてると思いますので、まあ、難しいポイントとしては、この下の段の2小節目かなというふうに思いますので、まあ、下の段を中心に説明をしていこうかなというふうに思ってます。そして、まあ、その下の段の4小節休みなんですけど、まあ、デモ演奏でもしましたけど、3拍目ぐらいから、もうこんな感じで、
ていう感じで戻ってきますので、まあそこは特に記載してませんけど、まあなんかこういったものとかをつけてもらえるといいのかなと思ったりします。ではね、下のものを8小節ではなく4小節に切り替えてやっていこうかなと思います。ほい。では4小節に変わったと思うので、やっていこうかなと思います。で、まあ今さっき話したように125なんですけど、やっぱ80ぐらいでやっていこうかなと思います。ちなみに今日ね、頭もそうでしたけど、3、4、1、2、3、4ということで頭でやっていこうかなと思います。で、このようにね、16音符がたくさん出ているものっていうのは、なんとなく弾くのではなく、分析してね、分解してやっててもらえるといいかなと思います。で、どれぐらい分割するかというと、最小音符4つ塊で見ていくということになります。で、見ていただくと、まあ最初のものが A の音が16音符2つ。そして8分9分になっているので、これがまあ16音符25分になりますので、ここまでになります。赤いラインがカチャッと出たと思います。ちょっと説明しようかと思います。リズムを声に出してみると、こんな感じになります。3、4、たたうん。3、4、たたうん。このような感じになると思います。で、そのたたのところを弾いて、うんを休むという感じになります。バラしてみます。ちなみにこれ A の音ですね。ここの音になります。D 弦の7フレットです。僕は D 弦の7フレットを使ってます。まあ他にも A 弦の12フレットもあると思いますけど、僕はこっちの方がやりやすいかなと思ってこちらを使ってます。やってみます。3、4。3、4。という感じになります。まあ簡単ですね。その後次の音というのは B の音になります。これも同じタタウンというリズムですね。場所が僕は D 弦の9フレットを使ってます。やってみます。3、4。3、4。こんな感じになります。ではね、ここでいきなりくっつけていく、まあ全部バラしていくわけではなく、この1拍目と2拍目をくっつけてみるとどうなるのかってやってみたいなと思います。3、4。3、4。このような感じになります。で、このままじゃんじゃんいくんですけども、3拍目も同じリズムです。タタウンということで、これ C のナチュラルの音になります。D 弦の10フレットですね。1、2、3、4。という感じになります。で、次の4拍目がちょっと難しいって感じになって、リズムがタータタですね。3、4、タータタ。という感じになります。で、ここら辺からハイポジションになってくるんですけど、D の音っていうのが D 弦12フレット。そして次のバスっていうのが、まあ、ゴーストの音になってます。このまま D の弦をこう、手でね、こうやって触った状態で、押さえずにね、弦を押さえると音出ちゃうので、押さえずに、この触った状態でこうやって弾いていくと、こういうアタック音だけが出ます。そして最後の音が E の音なので、これは同じく D の弦の12、13、14フレットということになります。ここだけ取り上げてやってみたいなと思います。3、4。3、4。このような感じになります。タータタってことですね。では3拍目、4拍目をくっつけてみます。3、4。3、4。このような感じになります。で、出ている1小節、まるっとやってみたいなと思います。ガチャンコとくっつけてみます。3、4。3、4。このような感じになりますね。で、そのまま2小節目に行こうかと思うんですけど、ここが多分一番難しいポイントかなと思います。次のものも同じく最小音符16音符ということなので、4つ塊で見ていきます。1拍目を見てみると赤いラインがカチャッと出たとこあります。こちらが、うた、た、あという風なリズムになりますね。うた、た、うた、た、といったものになります。今さっき出ているものの E と A の、あ、D の音ですね。同じ場所なので、場所は割愛していきます。1、2、3、4、うた、3、4。このような感じになります。で、この休符の時に必ず2本指でつくようにしてください。ということで、シャープになると思います。次は8分音符しか出てないんですけども、ここも、ここだけで見ていきます。E の音と、そして G の音になります。が G の弦の D、12フレットになります。こちらは、タータというリズムになりますので、タ、3、4。このような感じになります。必ず次の頭でしっかりまで伸ばして、頭で切るようにしてください。そうすると次のフレーズに繋がっていきますので。では、ここ、くっつけていきます。1拍目、2拍目です。3、4。3、4。っていう風に考
えていくと結構簡単なんじゃないかなと思います。そして3拍目なんですけど、これ意外と簡単なんですよ。これが A の音と B の音なんですよね。まあこれ、下線が増えていくと読みにくいっていう人いるかもわかんないですけども、まあこれぐらいは読めれるといいかなと思います。で、場所が14フレット、G の14フレットと16フレットですね。で、これ特に何も書いてないんですけど、って弾いてもいいんですけど、ハンマリングで、弾いた後、左手をかぶせるような感じ。で、って弾いてもいいんじゃないかなと思います。やってみます。たたたた、たたたた、3、4、3、4。このような感じになります。で、この時なんですけども、このハンマリングをやる時っていうのは、みんなリズムが速くなったり短くなったりする音がよくあるんですよ。とか、まあ、今回の場合だと速いのでそんなにならないですけど、8分音符とかのハンマリングが、って欲しいのが、って短くなる場合があったりするので、なので、こうしっかりとね、まず、なんだったらそのまま弾いてもいいんじゃないかなと思います。その音符の長さをしっかり感じてやれるといいかなと思います。そして次の4拍目っていうのは、まあ、もちろん四分九分になってるので休みという感じになります。この1小節やってみたいなと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。三、四。このような感じになります。ではね、そのままじゃんじゃん見ていこうかと思うんですけど、次の小節っていうのが、また同じく A で。リズムも全く一緒ですね。まあ、一応やってみます。三、四。という感じになります。で、これ意外と休符が次続くので、簡単そうに思う人いるかもわかんないですけど、この休符っていうのが結構厄介なんですよ。ある程度上手くなった人がつまずくとこっていうのもこういうポイントなので、しっかり練習してください。4拍目終わった後解説していきます。次の音4拍目なんですけども、デモ演奏だと1オクターブ上の、って弾いてましたけど、もしかすると、1オクターブ下でもいいかもわかんないですね。どっちも話しておきますね。まあ、同じリズム、たーたたという、今さっきの1小節目、4拍目のリズムと同じになります。オクターブ上の、まあ、デモ演奏で弾いたものだと、デーゲン12フレット、13フレット、14フレット、デーの音、デーシャープの音、イーの音になります。1オクターブ下だと、エーゲンの5フレット、それから6フレット、7フレット、デー、デーシャープ、イーの音になります。まあ、どっちもやってみたいなと思います。3、4。3、4。という感じになります。で、低い方だと、3、4。3、4。というような感じになります。で、前奏高い方で弾きましたけど、ちょっと譜面下の方になってるので、下で弾いてみようかなと思います。で、この時に休符ですね。今さっき言ったものを意識してもらいたいんですけど、勘定してみてください、最初は。3、4、2、3。このような感じで、わざと声に出してみると、その二つの休みというのがはっきり見えてくるのでいいと思います。もう一回やってみます。3、4、2、3。このような感じになります。で、練習してみてください。で、全部合わせたものをちょっとやってみようかなと思います。4拍目は休みですね。3、4。という感じになりますね。ちょっと声に出しそうになりましたけど、このような感じになります。ではね、今さっき出した8小節を出して、テンポ120で弾いてみようかなと思います。125かな。でやってみようかなと思います。8小節に切り替えます。ほい。出てきました。間のね、4拍分休むとこもしっかり感じてみてください。いきます。1、2、3、4。というような流れになっていくという感じになりますね。ぜひね、かっこいいベースラインですので、やってみてください。この後はね、おまけコーナーで残りの部分少しだけ話をして今日は終わりにしようかなと思います。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、最後の部分を少し話しようかなと思います。最後の部分もね、少しずつ、ちょっとずつベースライン違うとこあるんですけども、まあ、大枠としては出てくる4小節のものを繰り返しつつ、ちょっと違うところが、まあ、大きなところがあるので、まあ、その2つぐらい話をしようかなと思います。
で、まあ、それ以外にもちょっと違うとこあるんですけども、まあ、同じように弾いてても、まあ、音源と大差ないので、まあ、今回は割愛して、まあ、そんな感じでやってもらおうかなと思います。で、もしね、むちゃくちゃ興味がある人は、なんか、耳コピーするとかしてみてください。ちょっとずつ違うだけですのでね、参考にしてみてください。コードとかはそのままですのでね、よろしくお願いします。ではですね、大枠として、まあ、2個分ぐらいあるので、2個、1個ずつ出してみたいなと思います。まず4小節です。出してみます。ほい。出てきました。もう細かい説明はしませんけど、このような感じになってます。ちょっと弾いてみようかなと思います。90ぐらいでやってみようかな。1,2,3,4 このような感じになってます。これをしばらく繰り返す感じですね。リアルテンポでやると、まぁ、ちょっとね、ゆっくりなんにして、早くしてみたいな、一般的な動画みたいな感じには本当はしたくないので、まぁ、音源だけで僕のやつと合わせてとかではなくね、譜面とか、今の分析の話とかを応用していくと、そのままできますので、バラして必ず練習してみてください。やってみます。1,2,3,4。感じになってます。ぜひやってみてください。で、途中ちょっと違う部分はまあ割愛したとしても、ちょっとね違うところがあるんですよ。この今さっきの4小節のラインを 1,2,3,4 繰り返して5回目ぐらいでちょっと違うラインがあるんで、そこだけちょっと出してみたいなと思います。ほい、はい、出てきました。こちらね、今さっきの4小節のベースラインを、何個弾くんやったかな、 1,2,3,4 個ぐらい弾いた後とかに。なぜかね、ここだけ、ベースラインのところが F のところに行ってて、まあ、2小節目が A のものになってるんですけども、まあ、リズムの波形は今さっきと一緒なので、まあ、参考にしてってみてください。こちらもちょっと弾いてみようかなと思います。90で弾いてみようかなと思います。1,2,3,4。このような感じになりますね。125でやってみようかなと思います。後ろも続けて弾いてみようかなと思います。1,2,3,4。というようになります。そしてまた次のやつは、4小節は、説明した4小節 A の音に戻ってたんじゃないかなと思います。まあ、これでね、一応曲全部、紹介したものでできるので、まあ、今も言いましたけども、くれぐれもね、音だけでやらずに、分析してやってもらえるといいかなと思います。まあ、動画ですけどね、あまり音符に抱っこじゃなくてね、いろいろご自身でチャレンジしててもらえるとこもあると、よりね、上手くなっていくと思いますので、まあ、そんな感じの意味も含めて、あまり細かく後半説明せずにという感じでやりました。ぜひ参考にしてみてください。ではね、今日はこれにて終わりにしようかなというふうに思ってます。久々のね、フレーズの宝箱ということで、まあ、1回目にも話しましたけど、この曲ね、僕そんなに詳しいわけじゃないんですけど、お仕事でちょっと弾く機会があってね、まあ、譜面作りましたので、せっかくということでね、ご紹介しましたけども、初めてね、見られてる方もね、ぜひね、リズムの話だったりとか、結構今日の内容難しい話含んできますので、もっと簡単なところから、わかりやすく話しておりますので、10のポイントもたくさん話しますので、リズムのリストとかもね、上に上げたと思いますので、もしよかったらね、そちらも合わせて見ていってもらえると、いろいろもっと良くなっていくんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じで今日はこれにて終わりしようかと思います。もしね、今日、ディスコイエイスということで、初めて見られた方とか、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、何卒、まずはチャンネル登録からよろしくお願いいたします。そして、今日も少しでも面白かったとか、ためになった方いらっしゃいましたら、面白かったと思っていただけた方いらっしゃいましたら、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではね、今回はこれにて終わりにしようかと思います。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼しまーす。